4勝4敗1引き分け両者同点ってわけやけど、どうする？こういう場合は延長戦になるものだけど。もういいんじゃないかな。今回の9番勝負ってミューズと虹ヶ崎に優劣をつけるっていうより資料を見せるかどうかの腕試しみたいな意味合いだったんだよね。だったら引き分けただけでもう十分なんじゃないかな。虹ヶ崎のみんなはすごかったし、何より一緒にいろんな勝負ができて楽しかったよ。そうね。イベントで他のスクールアイドルと競うことはあるけど、今回みたいな勝負は初めてで刺激的だったわ。そもそも勝負を言い出したのは私たちの方ですからね。ここまで付き合っていただいたのですから、むしろお礼を申し上げなくては。ほら、これあんたが読みたがってた虎の巻よ。いろいろ言いたいことはあるけど、まあ引き分けにまでもつれたのは予想外だったし、素直にすごいと思うわ。これはその賞賛の証。しっかり内容を頭に叩き込んで今後の活動に役立てることね。あ、どうしたのよ。早く受け取りなさいってば。は？先輩に賛成です。アイドル力対決の再戦を希望します。そうね、勝ちでも負けでもないっていうのは結末としては物足りないわ。白黒はっきりしてる方が気持ちいいしね。同感です。このままでは私もいまいち消化不良です。ファッションショーやるなら今度はもっとうまく描く。あまり勝ち負けに固執するつもりはありませんが、やはり決着ははっきりついてくれた方が次のステップにも進みやすいと思います。かなたちゃんはどっちでもいいかな。この前も今日もパーティーみたいでとっても楽しかったよ。もっと仲良くなれるなら私も続けるのに賛成。私もみんなの力になれるなら賛成です。そっか。あなたたちの言い分はわかるけど、正直私たちはそこまで勝敗をはっきりさせようとは思ってないわ。資料だって見せてあげるって言ってるんだから。まあ9回戦に関しては私もいろいろ思うところはあるけど。それならこういうのはどう？のぞみちゃん？今月末に音楽イベントがあるんやけど、うちらエントリーしようと思ってるんだ。虹ヶ崎はエントリーしてる？そっか。それなら虹ヶ崎のみんなもそのイベントにエントリーしよう。イベントで決着をつけるっていうことですか？違うよ。ミューズと虹ヶ崎それぞれイベント用の曲を作って聴き比べをするの。そしていい曲を作った方が勝者として正式にエントリーする。何勝手なこと言って。面白そう。ほのか？曲勝負ってことでしょ。スクールアイドル同士の信念のぶつかり合いみたいな感じでかっこいい。はあ、そう考えるとドラマチックだね。どうかな。曲作りやから次はあなたが勝負に出るってことになるけど。おお、これは熱い展開。つまり
スクールアイドルの本分で勝負ということですね。今までの勝負もスクールアイドルに大事なものを競ってた気がするんだけど。まあ細かいことはいいんじゃない。9回戦の再戦ができないのは残念ですけど、勝てばミューズさんからイベント出場権を奪えるってことですね。露骨な言い方ね。けど確かに燃えるわこの勝負。はい、期待が胸を打つのを止められません。イベント楽しみ。虹ヶ崎は異論なし。マキちゃんはどう？なんでここまで盛り上がってから聞くのよ。私も構わないわ。あなたがどんな曲を作るのか私も気になるし。決まりやね。エントリーの締め切りは今日からちょうど2週間後。その前日を決戦の日にしよう。それじゃあミューズ対虹ヶ崎延長10回戦楽曲対決、頑張ろう。